日蘭追加条約とは、安政4年8月29日に日本とオランダの間で締結された条約のこと。日蘭和親条約締結後、オランダ省官長であったヤンドンケルクルティウスが、オランダの外交代表を兼務していたが、アメリカのタウンゼント・ハリスが、和親条約よりも充実した内容の、 日米追加条約を結んだことを知って、オランダとも同様の条約の締結を求めた。これを受けて安政4年8月29日、長崎において日本、川前県、水野忠則、荒尾茂子と岩瀬忠成との間に40箇条からなる新条約を締結、付属文書として断判転書と公文を付した。これが日蘭追加条約である。 自由貿易関係への移行を前提とした貿易規制の緩和、デジ前の自由な商人の出入りと取引の許可、輸入品に対する10か35%の関税規定、函館においても同様の市場を設置する許可、輸出金製品は、会所取引ほか商人から売り渡しを受けない旨を定めた。また、密貿易やアヘン貿易の禁止なども定められ、 結果的に他の欧米諸国による日本へのアヘン、輸出禁止を同意させる効果があった。その一方で、裁判権の俗人主義やオランダ人の心境の自由、偏無的再警国待遇をオランダ側に与える規定なども定められていた。ありがとうございます。